SNK Heroines Tag Team Frenzy. Story. Member select. Yuri. Bonjour, mademoiselle. おっと、逃げ出そうとしても無駄だ。ここは俺様が作り出した青春世界ゆえに、貴様らごとき下等生物にはどうすることもできん。ここから逃げ出したくば、これから始まる戦いの宴に勝ち抜くことだ、カスども。ヘイ、引きこもり野郎、顔を見せな。おい、寝てる場合じゃないぜ。もしかしてテリーさんなの？ん？何その姿？後で写真撮らせて。わあ、おっぱ、胸が、なんだこれは。俺様の妄想力はついに伝説の狼の牙を抜き、セクシーダイナマイト化に成功した。恐るべし我が力。Ready, go! Finish! You win! Leon-san, せっかく可愛い衣装着てるんだから、笑顔笑顔。ゆりちゃんって誘拐されやすいのよね。やっぱり可愛すぎるのが原因かな。その戦闘スタイル、俺は好きだぞ。そうだ、今度パオパオカフェに連れてってやるよ。紹介したいやつがいるんだ。
いまいち馴染まないな、この体。思った通りに動かせないぜ。と、そうだった。これをご覧のクズどもに俺様が何をやっているか説明しておこう。この邪神像は力を再び得ることで精神世界から現実世界に復活を遂げる。そのエネルギー源は美女たちの恐怖や絶望である。つまり彼女たちの戦いそのものがエネルギー源。そして邪神復活は俺様ワールドが妄想壁を破って現実世界に現れることを意味する。その瞬間世界のマッバーザーは我がコレクションとなるのだ。女の格好なら俺よりアンディの方が似合うだろう。いや、案外ジョーが一番似合うかもしれないな。
ふん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 うおんに任せてくれたまえ。レディーゴー。オーケー、使い慣れたらこの体も案外悪くないな。ここまでは予定通り。残り2人分の恐怖を集めれば我が目的は達成される。俺様自ら恐怖を与えてやろう。ファイトするぜ、エクスプロージョン。やっと見つけた誘拐犯。スマホの充電かーして。こんな機会めったにないから写真いっぱい撮らなきゃ。おい、ユリ、くれぐれも俺の写真はちゃんと消してくれよ。
敗北者はエネルギーを吸い取られ、我がコレクション砂人形となるのだ。叫べ震え上がれオブミューゼック。しないとこんなんじゃ済まないよ。この世界で俺様が負けるとは、俺様の妄想力がまだまだ未熟なようだ。
Congratulations!